はい、今回は海でモデル撮影をしたお話です。はい、ピーチオートです。ピーチオートは写真と動画の撮影を主な仕事でやっています。でこのチャンネルでは、まあ、ピーチオートのことを皆さんに少しでも知っていただけるような内容にしたいと思っています。はい、今回はウェディングのモデル撮影のお話です。普段からね、まあ、作品撮りって言って、まあ、年間を通じてね、まあ、ヘアメイクさんとピーチオートモデルに協力してもらって結構な回数撮影してます。まあ、それをまあサンプルに使ったりとか、まあ、お互い そのヘアメイクさんとピーチオートでその作品撮りを通じてその最近の流行りのメイクの情報を聞いたりとか、撮影の仕方こういう感じで撮影したいとか、まあ、意見交換、まあ、ディスカッションしながらこうちょっとこんな感じで仕事やっていきたいよねみたいな、こう意見のすり合わせ的な意味も僕の中ではかなりあります。で去年の夏に撮影した写真なんですけど、まあ、写真自体はね一番最後にまとめてまたバーッと流すんで、よかったら最後まで見てください。はい、でウェディングフォトってね普段業務でもやってて、まあ、結婚する人たちの写真を撮ったりとか、まあ、普段からピーチフォトでもやってるんですけど、香川県だとねロケーションで行くとすると、まあ、和装で栗林公園っていう、まあ、ピーチフォトからすぐ5分ぐらいで行けるところに和装が似合う、まあ、あの和の庭園、まあ、日本庭園の大きいやつが、まあ、有名なところが栗林公園というところがあって、で洋装ウェディングのドレスとかで行くと、まあ、ピーチオートの、ね、裏には裏山がまた山の絵になるところがあって山で撮ったりとか、あとは海も、まあ、近いところだと10分、15分、20分ぐらいで、まあ、行けるところの海もあったり、まあ、30分とか1時間もかからんな、まあ、30分ちょいぐらい距離を伸ばせばいろんなビーチにも行けるんで、まあ、ロケーションはねだいたい山か海か日本庭園かみたいな感じが多いです。まあ、今回は海に行って撮ってます。で夏の撮影だったんで暑さはねもうめっちゃ暑いです。もうめちゃめちゃ暑い中で撮りました。日差しもあのめっちゃ強くて、まあ、夏なんで太陽の角度は結構高いところから、まあ、真上からこうひっくり注ぐっていう夏の日差しっていう感じです。でカメラはいつも使ってるソニーの α7-3 とレンズは、50mmF1.4 のプラナーレンズで、あと 85mmF1.4 の、G マスターレンズ、まあ、この2本を使って撮ってます。うん、でまあ基本ね開放の F1.4 で撮りたいんですけど、もう夏の日差しはね結構強いんで、だいたいもうマックスのシャッタースピードで切ることが多いかな、8000分の1秒とかで、8000分の1秒でも露出がオーバーになる状況の時は若干絞りを絞る時もあるんですけど、まあ、なるべく開放で撮りたいなって思いながら撮ってます。まあ、だから実際開放で撮ってるのも多いけど、まあ、何枚かはちょっと開放じゃないやつがあるかもしれないって感じかな。ちょっとねだいぶ前の記憶なんであんまり覚えてないんですけど、まあ、開放か絞ってても F2 までの間ぐらいで撮ってるかなっていう気がします。はい、で夏の撮影のポイントっていうか、まあ、注意点は、まあ、もう汗対策かな。汗対策、まあ、だからモデルがいかに汗が目立たないように撮るか、はい、だから汗を目立たないようにするっていうことは、まあ、ちょっとヘアメイクさんの協力なしではもう考えられないんですけど、だから汗を拭いてもらったりテカリを抑えてもらったりっていうのは1回の撮影で結構かなりやってもらいます。撮影時代僕が気をつける点で言うとね、なるべく時間を短く、撮影で日向にいる時間を短くして、まあ、撮ったら日陰に逃げる、で涼んでまた撮影逃げるみたいな、なんか撮影するポイントとアングルと、ポーズとか、まあ、そういうのはもうあらかじめ決めといて、でそこにサッと行ってそれをサッと撮ってまたサッと日陰に逃げる、で次のポジションはじゃああそこでああいう感じで撮るけんっていうのをモデルに説明しといて、でヘアメイクさんにも意思疎通しといて、で次のポイントに行って撮る、でまた戻る、逃げる、で涼む、で汗拭いてもらうみたいなの繰り返しかな。だからなるべく1回1回の日向で撮影する時間を短くするっていうのを意識してやります。まあ、それでもやっぱり汗かいてしまうんで、うん、まあ、まあある程度はしょうがないっちゃしょうがないけど、まあ、極力、まあ、汗が写真に映らないようにしたいなっていう感じ。まあね、モデルはどうしてもこう、まあ、デコルテが出したり腕出したりしててどうしても、まあ、日焼け止め塗ってても日に焼けてしまうんで、まあ、ちょっと申し訳ないなとは思うんですけど、まあ、いつもちょっと頑張って撮影させてもらってます。
はい、で太陽がやっぱ夏は冬と違って、冬だと結構ね、こうなんていうの、角度が低いところからこうグッと切り込んでくるような低いアングルで太陽が照ってきますけど、夏ってこう昼間だと特にこう真上に近い状態からこう降り注いでくるんで、注意点としては、まあ、顔に汚い影が出ないように、まあ、ちょっとこう向きを気にするっていう感じかな。だからこう太陽が真上から来て、まあ、例えば前髪があったりすると前髪の影がこう変に顔に出たりとか、あとは鼻の影が変に出たりとか、あと何やろ、まあ、だから顔になんかね変な汚い影が出ないような向きをまあ選定するっていうのが重要かな。まあ、もちろん背景の都合もあるんで、背景をどうしてもこっちのアングルで撮りたいからっていうんで、まあ、どうしてもしょうがないっていう時もあるんですけど、まあ、その時でも顔を右左振ったりとか、まあ、極力まあそんなに影が変じゃないところを選ぶっていう感じで撮影します。はい、でまあ、夏の日差しで結構ねギラギラした太陽で、まあ、撮影してるんですけど、まあ、そのプラナーのレンズとか G マスターのレンズのせいなんかな、まあ、その効果が大きいとは思うんですけど、すごいソフトな柔らかい感じのテイストに仕上がったんじゃないかなっていう気がします。だから実際この、まあ、僕とか現場でその実際の状況を見てるんで、ちょっと写真と実際の現場の、あの温度差だ、実際めっちゃ暑い、もうグデーってするような、あの高温多湿の状況で撮影してるんですけど、写真見るとそんな暑そうな感じもせんし、爽やかな柔らかい感じの雰囲気で撮れてるなっていう気がします。まあ、ソニーの場合はこの 50mm のプラナーレンズと 85mm の G マスターレンズはもうポートレートにはすごい僕はいいかな、僕はかなりお気に入りです。あとポートレート用でソニーで言うと 135mm の F1.8 とかがあるんですけど、 135mm まで行くとね焦点距離が長すぎて使用用途がもうさらに限られるなと思って、僕はそんなに使う頻度が高くなさそうなんで購入はしてないんですけど、まああったらあったでちょっと使うんかな。はい、ということで今回は夏の海で、ウェディングのモデル撮影をしたお話でした。最後に写真をまとめて流すんで、よかったら見てください。はい、ということでピーチボートでした。ではまた。Cause I'm backing up to where I used to be.